アンデシュソーンは、スウェーデン人の画家、彫刻家、エッチング版画家である。ダーラナ地方、シリアンコのほとりの村ムーラ生まれ、祖父母に育てられる。1875年から1880年まで、ストックホルムのスウェーデン王立芸術アカデミーで学ぶ。1881年からの4年間は、イングランドやスペインなどで学ぶが、毎年夏には、地元ムーラに戻ってきていた。 1885年にエマラムと結婚し、その後の11年間はイングランドやパリで過ごす。スウェーデンの同年代の画家の中では最も早く頭角を表し、滞在中のパリでは知名度も高く、画家エドゥアールマネと幼馴染の政治家、アントナンプルーストと親交もあった。1889年に開催されたパリ、万国博覧会の展示会には友人であり、 ライバルでもある画家カール・ラーションと共に作品を出展し、グランプリの受賞も期待されるほどであった。なお、スウェーデンの資産家、ポントス・フュッシュテンベリーは、ソーンやラーションらのパトロンであり、彼の援助を受けて二人は万博に出席することもできた。ムーラにあるソーンの家は、現在美術館、ゾアンガーデンとして公開されている。住人の必要性と発想によって、 増築や改築を重ねたその家には、ラーションの家にッタたヒットネースとの類似点が見られる。2010年6月3日、1886年に描かれたソーンの水彩画、サマーノイエーが2600万クローネで落札された。これは、スウェーデンの美術史上で最も高値で取引された絵である。ありがとうございます。